はい、ゴムのかけ方ね。はい。ちょっとこれ、フレームに入るかな、全部。こっちが入んないね。はい、ゴムのかけ方ね。はい。はい、まずね、はい。1枚ペーパーかな、2枚ペーパーかな。折って巻くタイプなのかな。まあ、まあ、巻くときはね、ロットをまずね、下巻きね。斜めに入れるのがコツね。斜めに入れてこの角を出すのがコツね。で、はい、巻いていって。で、ここで滑らしてあの平行にしてんだよね。 でゴムの書き方だけど人差し指にかけると意外とやりにくいのよ。あの現場だとどうしてもねこういうふうに持ってこっちが早いよね。うん。この方がど。こうやって持ったらやっぱりこうこう,こういうのもあるけどねこうやってまかける人もいるけどね基本は薬指にかけてこう。うん んどうしたんだろうあの何がわかんないんだろうあとやっぱりこうやって巻き収めた時はこっちだよねこうやって持った時はこっち内側でこうやってかける感じだよね何がわかんないんだろう、うん、だから、はい、こうやって持った時に、うん、こうこうは別にいいよねねこうやって持った時に、うん こうやって持ったらちょっと待って巻き収めた時どうやってもまあこっちで持ったらこうだよねこうだよねねこうやって巻き収めたらまあここら辺の指でこうやってこっちだよねこうあと輪ゴムをると時行く時 輪ゴム取りに行くのにねあの若いね男の子なんかやっぱりカンフー映画みたいにね力をってスピード感を持って取りに行くというのを巻き終わったなん、ねね、か急いで取りに行っちゃだめなのよ。ね、ふわ,ーんふわーっといってふわーっと取ってくるこのぐらいのス,このスピード感で取ってきて早く巻こうと思ってこう力入れてやると疲れるんだよね。 ま、ふわーっといって、ふわーっと取ってくるね。で、巻き終わった時にもうロットのこれ見て、どれ取ろうか見てるのね。やってる、巻いてる時はね。まあ、巻き終わって、こう、まあ、まあ巻いてる最中、もう巻いてる最中にゴムチラッと見て、どのゴム取ろうか見てるのね。ほんで、まあ、ふわーっといって、ふわーっと取ってくるね。あの、スピード感込めてやると疲れるし、コントロールが乱れるからね。 ね、力を込めて取りにいくっていうのはこれやめた方がいいよねふわっとね手が落っこちるぐらいのスピードね落下スピード自由落下に任せて、ね、力抜いて取り行いくで持ってくるのはまあここまでふわっと持ってきてね急いの持ってくると止めるのにも力かかるからね、うん、上の時はこうねはい下で持ったら、はい、こうねあとどういう時あのゴムの買い方ってあの細いロットのことかね あの、どういう場合かによって全結構違ったりするよね。細いロットだと爪で持ってたりするよね。細いロットの時。もう本当におばさんパーマの時なからこう、親指で持ってるからね。まあこうなるよねんな、まあな。ちょっとあれだね。まあこんな感じだけど、具体的にどうこうってわかんなかったらちょっと説明しづらいけどね。うん、どうしたんだろう。ね。はい。お疲れ様。